アンダーセブンティーン、君島イクトです。コーチ陣に対して要望があれば、交渉しておきますよ。やあ、おはよう。昨日はよく眠れましたかいい匂いがするね。今日の朝食は何かなトーノくーん、練習の時間ですよ。スタミナをつけるのも大切ですね。 練習メニューを見直してみましょうか。私の CM 見ましたなかなかいい出来でしょう。遠野の悪いんだが、君の好きな死刑執行人ベスト10には全く興味がない。身だしなみは重要ですからね。常に鏡でチェックするようにはしています。おや 今日の夕食はパエリアでしたか。好物が出ると嬉しいですね。ヒーハー、EP 会へ。とう君の筋トレ中の掛け声ですよ。それに少々うんざりしましてね。日頃から肌の手入れには気を使っているよ。テレビに映る身として外見は大切だからね。お待ちしていました。 ぜひ、君と交渉したいことがあるんですよ。お久しぶりです。またお会いできて嬉しいですよ。交渉は、必ず成立するわけではありません。決裂した際の保険は、あらかじめかけてあります。お正月といえば、初詣に、初日の出に、初夢。道野くん、初処刑なんて物騒なことを言わないでください。 バレンタインのチョコですか。いくつもらったかは、ご想像にお任せしますよ。ホワイトデーのお返しが欲しいって、君からチョコをもらった覚えはありませんよ、遠野くん。桜が咲くと、春を感じますね。おや紙に桜の花びらがついていますよ。取ってあげますので、じっとしてください。文太君。 君の持っているカシワ餅と、私が CM を担当しているこのコラビタ、一つ交換しませんかんメガネに水滴が、雨かなこの時期の天気は安定しないね。海へ行くなら、サンオイルを使うことをお勧めします。肌は大切にしないといけませんよ。よろしければこちら、水分補給にどうぞ。 私が CM で紹介しているドリンクです。おや読書ですか私も本を読むことが好きなんですよ。そろそろ文化祭の季節ですね。実は私、学校では学園祭実行委員をしているんです。寒くなると風邪をひきやすいね。私も気をつけているよ。喉を痛めでもしたら、交渉に支障が出るのでね。 クリスマスパーティーですか。合宿所で開催できるかどうか、交渉してみましょう。労せず望むものを手に入れる。それが私のやり方です。